こんにちは、三茶整体の半澤です。本日も女性に人気の美容のテクニックお伝えしていきますので、よろしくお願いします。今日はまたリクエストの方来ていましたので、そちらにお答えしていきたいと思います。半澤先生、ウエストを簡単に作れるテクニックがありましたら教えていただきたいです。腰回りが硬い方や脂肪が多い方は難しく感じますということですので、そちらに対してお答えしていきたいと思います。質問の方ありがとうございます。では早速ですね、こちらのウエストに対してのテクニックですね、お伝えしていきます。腰回り硬い方に関しては、かなりですね、逆に効果出やすいと思っております。筋肉がね、張ってきて、それによって、ウエストのくびれがなくなっていったりですとか、肋骨の位置が崩れているという可能性もありますので、そういったところをちょっと変えていけるような形のテクニックをお伝えしていきたいと思います。あと脂肪が多い方に関しては、結構脂肪の量とかにもよるので、かなり肥満体な方に関してはちょっとね、難しい場合もありますが、基本的にこのテクニックやると脂肪結構ある方でも効果出てはいますので、ぜひ試してやってみてください。では早速やっていきます。で、まずはですね、今日アプローチしていくところは外腹斜筋にアプローチをしていきます。見えますかね。で、まずね、ちょっと触っていただいて、触ってみてもらっていいですか。ウエストのくびれのところね。ありがとうございます。今触った感じを覚えておいてください。はい。で、まず4指ですね。4指を使っていきます。4指を使っていきまして、腸骨梁から肋骨の、10番目あとは12番に、外腹斜筋ついていきますんで、そちらを揺らしながらですね、まず緩めていきます。で、この圧に関してはそんなに強くなくて大丈夫です。筋肉をまず緩めていくような形ですね。このような形で前後にですね、揺らしていく感じです。で、大体これは1分ほど行えば筋肉ある程度緩んでいきますんで、それが終わってからまた次の施術に移ります。で、このような形でまた位置を変えていきましょう。で、この時ですね、患者さんによるんですけれども、ちょっとこうくすぐったいって方もいらっしゃる場合もあります。で、その場合は、手のひらで、行っても構いません。このような感じですね。ただ効果としては4指で行った方が、出やすくはなってますんで、できるだけ4指で行えるような形の方がベストにはなります。で、肋骨の際ですね、10番目の際をこうさするような形でね、緩めていきます。で、このような形で、腸骨梁から第16骨までですね、アプローチをしていきました。で、その後ですね、今度は両脊筋にですね、アプローチをしていきますので、そちらですね、まずは腸骨梁から押さえていきまして、そのまま後ろに引くような形ですね。後ろに引いていく形です。ぐーっと、で、ちょっと下にアプローチを入れていきます。圧の方向としては真下ですね。このまままた下にぐーっと位置をずらしながら入れていきます。ちょっとこれは痛い場合もありますので、圧の方は効きながらですね、お願いします。
これでまたね、触っていただいて、触った感じどうですか？あ、変わりましたね。結構、はい、くびれる感じありますね。はい、っていうふうに、これだけでも結構くびれてできます。で、筋肉の張りが原因の場合がほとんどですので、そちらを使ってみてください。で、あとはちょっと後ろからね、見ていただいた方が分かりやすいかと思いますので、ちょっと後ろから撮っていきます。で、逆を見てもらってもいいですか？反対の感じで撮りますので、ちょっと近づけますね。見えますかね。で、このまま横から、腸骨梁から下に圧を加えていく感じですね。前から後ろに持っていって下に加えていく感じです。で、これをずらしていく形ですね。ぐーっと。このような形です。で、これで十分くびれが出ていきますので、ちょっと戻していきます。くびれを作りたい、ね、女性の患者さんにはですね、こういったテクニック非常に喜ばれます。実際僕も使っていて、かなりね、患者さんが喜んでいただいているので、ぜひですね、こういったウエスト、くびれを作るテクニック、ぜひ使ってみてください。では本日は以上となります。またですね、リクエストとか質問、じゃんじゃん受け付けていますので、またそういったものも言っていただければと思います。では本日も動画をご覧いただきありがとうございました。